下辺温泉郷覚えておこう。下辺か。ひなびた温泉宿がたくさん並ぶ。夜になると何もなかった温泉街。元栖湖からつながる元栖道。だいぶ長かったですね。何気に下ったから。山々が素晴らしい、景色が素晴らしい。今日は富士山が見れそうだ。見れるね。フレームに入らない。すごいです。かなり建物立派でド派手です。現地がね、あのなんかさ、雷神様的なさ。風神がいないし、無事か。ビデオだったんでね。韓国クォンジェスターラーズのステージ、その長さは1865メートルで、コピー本は763メートルでございます。また山頂を歩いて登られますと約2時間半の道のりも、このロープウェイですと7分で山頂駅に到着でございます。ただいま登っております富士山は標高1153メートルございまして、山頂には奥の駅の一角がございます。すれ違うところが両駅の中間でございます。進行方向左側にて交差いたします。この身延さんは禁猟区となっておりますので、野生の鹿、イノシシ、サル、天然記念物の日本カモシカ島を眼下に見下ろすことができるのでございます。進行方向右側よりかすんではおりますが、富士山の頂上が見えてまいりました。富士山手前に見えております高い山並みは天守山地と申しまして、けなし山、天頭山、頂上が立て天守が立て等のお山が連なっております。また谷の向こう側は杉の木の川に入れられた道が奥の家の山道でございます。山道後方、赤いお屋根の見えますところ、中間で三高堂と呼ばれ、日蓮大聖人ご自宅と呼ばれております。大黒様が祀られております。お客様でございます。屋内境内飲食禁止となっております。また屋内境内は禁煙となっております。おタバコは喫煙場所にてお願いいたします。なお試食で出ましたゴミは山頂売店のゴミ箱へと捨てていただきますようお願い申し上げます。お楽しみ乗車券往復の方はお帰りの際に拝見いたしますので、なくさないようお待ちくださいませ。どうもお疲れ様でございました。屋内駅に到着でございます。お降りの際にお足元に十分お気をつけくださいませ。さすが分かってる。
もうお礼にもっとアップを取ってあ奥の院に行くとこちらね、ドア開きますのでご注意ください。Ha ha ha.